北朝鮮は金正恩委員長が立ち会い、弾道ミサイルに使用する新型の高出力エンジンの燃焼実験に成功したと今朝発表しました。北朝鮮メディアは、北西部のトンチャンリで、弾道ミサイルに使う新型の高出力エンジンの燃焼実験を地上で行い、成功したと伝えました。今日の労働新聞では、エンジンから真下に向かって炎が吹き出している様子などが確認できます。 金正恩委員長は実験の成功に満足し成し遂げた巨大な成果がどのような大きな意味をもたらすかを全世界が近く目にするだろうと述べたということです ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射を示唆したとみられます北朝鮮はミサイル技術を誇示してアメリカのトランプ政権からの圧力の強化を牽制する狙いがあるとみられます